今日は昨日釣ったイサキをさばいてお刺身で食べてみようと思います。こっちの腹側の方を皮を引いてお刺身にして、こっちは皮に熱湯をかけて油脂もにしてみようと思います。
完成です。イサキのお刺身。よし、これは腹側のちょっと後ろの方。うん、身の感じはちょっと柔らかめな感じで、でもちゃんとプリプリもしてるし、うまみがなんか結構あって、ちょっと今回のこの個体は油はそんなぎっとりって感じではないけど、でもなんか適度にこう皮目にうっすらあるというか、うん。じゃあこの腹の前の方の一番油が乗るところ、うん、やっぱこの腹の前側の方がちょっと油が強い感じで美味しいです。こう口に入れた時はちょっと柔らかい感じなんだけど、でも嫌な感じじゃなくて、この皮目の油がなんか程よく感じるというか、うまみもあるし、あと他の魚とちょっと違う風味があるのかな、なんか若干独特の香りがあるような感じがします。美味しいです。すごく美味しい、白身魚として。うん、これお刺身もすごい美味しいから、焼き物もすごい美味しいと思います。カヤック釣りに乾杯。今食べた感じ、自分的にはこう背中の身よりかはハラミの方が皮目の脂が若干強いかなってやっぱ思います。あとこれからの時期多分どんどん脂が増していくと思うから、またイサキを狙ってこう仕掛けとかを準備してカヤックで海に行ってみたいと思います。